ナンガルハール州の一ターリバーンの旗アフガニスタン日本人拉致事件またはアフガニスタン法人拉致事件は2008年8月26日にアフガニスタンで人道支援活動を行う非政府組織ペシャワール会メンバーの日本人一名とパシュトゥーン人が拉致された事件である。拉致された日本人は後に殺害された。 2008年8月26日午前6時30分頃アフガニスタン東部に位置するナンガルハール州において人道支援活動を行っていたペシャワール会メンバーの日本人伊藤和也がターリバーンに拉致された。車に同乗していたパシュトゥーン人もターリバーンに拉致されたが自力で脱出した。そして拉致された。 直後の26日午前6時40分頃、拉致された伊藤を近くの村民が発見し、ターリバーンを追い詰めた。そこで1名が逮捕されたが、残る3名は、クナル州へ逃走した。その後、駆けつけたアフガニスタン政府の警備隊とターリバーンとの間で、激しい銃撃戦が繰り広げられ、伊藤は午後2時から3時の間に、銃で攻撃され死亡したとみられる。また、 27日に中アフガニスタンアメリカ軍も巡回中、タリバーンらしき人物を専用ヘリコプターで追跡したが見失った。アフガニスタン政府に逮捕された容疑者は動機について、金目当てで犯行を決意したと供述した。そして、伊藤が殺害された状況を詳しく語っており、政府警備隊が来たので、日本人を殺さざるを得なくなった。 別のターリバーンメンバーが殺害したと話した。ペシャワール会代表の中村明氏は2008年8月28日にカブールで開かれた会見において拉致された日本人は車でナンガルハール州近くを巡回する際にターリバーン4人の待ち伏せに遭い襲撃されたと発表した。これに対してターリバーンのムジャヒド広報官は拉致を認め この非政府組織が住民の役に立っていたことは知っている。しかし住民に西洋文化を植え付けようとするスパイだ。そして全ての外国人がアフガニスタンを出るまで殺し続け、日本のように部隊を駐留していない国の援助団体でも我々は殺害を続けると声明を発表した。 日本政府に伊藤の死亡の一報が入ったのは8月27日午前11時54分であり、アフガニスタン内務省からカーブルの在アフガニスタン日本国大使館に伝えられた。これを受け、当時の福田康夫首相が8月27日にご冥福をお祈りし、心からお悔やみを申し上げますと追悼のコメントを出した。河村彦外務大臣は、 8月28日にアフガニスタン外務大臣と電話による会談を行い、高村外相はアフガニスタンの積極的なテロ対策を期待するとコメントした。アフガニスタン外相はお悔やみを申し上げ、これからも両国境に協力を進めたいと返答した。なお、この事件を受け外務省に来訪した中村医師は自身以外のペシャワール会の日本人メンバーを これ以上犠牲を出さないように努めるとして残留日本人を全員日本に帰還させると表明した。殺害された伊藤はペシャワール会代表の中村医師により銃弾が左側大体動脈を貫通した際に大量出血が原因となって死亡したと断定された。日本人の遺体を乗せた飛行機は2008年8月29日に アフガニスタンのカーブル国際空港から離陸し、アラブ首長国連邦のドバイに着陸した。その後8月30日に中部国際空港に到着した。中部国際空港には山本和田外務副大臣が出迎えた。殺害された伊藤の遺体は静岡県浜松市の浜松以下大学医学部附属病院に運ばれ、死因を調べるために解剖された。 ターリーバーンによる非政府組織メンバーの拉致を呼び殺害事件が広がっていく中、ターリーバーン側は外国人によるアフガニスタン治安正常化などの取り組みをするボランティアの活動を妨害し自らの政治実験を回復しようという狙いがあると推測される。また関連事件には2007年7月19日の韓国人拉致事件。 2008年8月13日に起こった国際ボランティアメンバー拉致殺害事件などがある。2008年9月3日にこの事件に関与した容疑で逮捕されたパキスタン国籍の男性がパキスタンの情報機関に雇われたという証言をしている。2005年9月にはパキスタンからアフガニスタンに入国しようとした広島の教師2人が 国境地帯で強盗殺害された。アフガンで法人男性誘拐、解放、否定と情報混乱読売新聞2008年8月27日アフガニスタンにおける法人誘拐事件について外務省2008年8月26日武装4人が待ち伏せ、拉致当日に殺害事件の経緯判明読売新聞2008年8月29日 殺害状況に、食い違い。アフガン内務省と、タリバン関係者読売新聞2008年8月28日、殺すのか何度も質問アフガンで、容疑者語る。朝日新聞2008年9月10日武装4人が、待ち伏せ、拉致当日に殺害、事件の経緯判明読売新聞2008年8月29日、アフガン法人拉致。 タリバンが殺害認める中日新聞2008年8月28日外務省副大臣会見記録22時33分を本省会見室アフガニスタンにおける法人誘拐事件に関する内閣総理大臣コメント首相官邸2008年8月27日日アフガニスタン外省電話会談外務省2008年8月28日 ペシャワール会、アフガンから、日本人職員引き上げ朝日新聞2008年9月4日、中村、ペシャワール会代表他の来訪外務省2008年9月4日、無言の帰国へ、左足貫通重層での出血性ショックしか、読売新聞2008年8月29日遺体、経由地のドバイから日本へ、読売新聞2008年8月30日、 ペシャワール会殺害法人遺体、中部国際空港に到着読売新聞2008年8月30日、アフガニスタンにおける法人誘拐事件外務省2008年8月29日、アフガン拉致殺害、神話、失血死。 静岡県警読売新聞2008年8月31日、アフガニスタン日本人誘拐の背景、NHK 解説委員室2008年8月27日、アフガニスタン日本人拉致殺害、パキスタン情報機関が関与か。アフップ部ニュース、2016年9月10日23時25分、閲覧。高山正幸、朝日新聞の混沌を見破る法廷ミス。 ありがとうございます。